女性用衛生製品は多くの国で課税対象となっている。タンポン税はタンポンが付加価値税の対象であるという事実に注意を喚起するために使用される一般的な用語である。基本的な必需品とみなされる他の製品と同様に衛生用品も非課税、軽減税率対象とするように求める際に使用される。免税案を支持する人々は担保、タンポン 生理用、ナプキン、月経カップ、及びそれらに準ずる製品は、女性の基本的な必需品であるため、免税にされるべきであると主張している。運動の支持者は、基本的な月経周期に用いる、生理用品は、食料品や個人が使う医療品などの他の不可避の非課税必需品と同じ分類にされるべきであると主張している。BBC は、 世界の人口の半分を占める女性が毎月約1週間、生理用品を約30年間使用する必要があると推定している。消費税税制は国や地域によって異なり、これらの製品は通常必須商品と同じ税率で課税されていた。一方で英国やアイルランドなどの他の国では、生理用品の一般消費税を減額、または撤廃していた。 男性に対する同等の免除について尋ねられたとき、運動支持者らは、月経は生物学的であり、生理用品を使わないという選択がないので、コンドームを含む男性用製品は女性用生理用品と比較対象ではないと主張する。生理用品消費者の大多数は女性であるため、購入経費は女性を差別するものとして批判されてきた。担保税は、 女性用衛生製品に直接課される特別税ではない。カナダでの課税が2015年半ばに撤廃された後、その年の後半に女性たちは他の国々で抗議運動を始めた。イギリスは1973年に欧州経済共同体に加盟して以来衛生製品に付加価値税を課してきた。2000年には 衛生製品の税率は5%に引き下げられ、国会議員のドーンプリマロロは、高精査について、そして必需品のコストを下げるために、私たちができることをするためにと述べた。これは、欧州連合の付加価値税法のもとで可能な最も低い税率であり、2015年現在では0、の税率は認められていない。英国独立党は2015年の総選挙でこの、 問題を提起し EU からの撤退とで税率の実現を約束した。デイビッド・キャメロン首相は質問に答えてタンポン税キャンペーンは長年のものであり欧州連合内の複雑な問題であるとコメントした。イギリスでは14から21歳の女性の10人に1人が生理用品を買うことができない。ローラ・コーリートンは EU が サニタリー製品の付加価値税を撤廃するように求める、整理に課税する時代の停止キャンペーンを主導した。ジョージ・オズボーン氏は2015年秋の声明でタンポン税を欧州連合レベルで終了させることを制約した中で名前で請願を述べた。請願プラットフォームの最高経営責任者は32万以上の署名を集めて成功したスラックティビズムの 例として、このキャンペーンを引用する。2016年3月、議会は、タンポンのバットを撤廃するための法律を制定した。2018年4月までに発行すると予想されて、いたが、実現しなかった。何人かの英国の女性は、月経血のシミを提示して、公に抗議しました。2018年10月3日、 イギリスが衛生用品への課税を中止することを認める新しい EU バット規則が欧州議会によって承認された。しかし、それは早くとも2022年1月まで有効にならない。イギリス政府は2021年1月から担保税を廃止する決定を下した。そのための法案もすでに議会で可決されており、女性の生理用品へ消費税は課されなくなる。 スコットランド2017年7月、スコットランドでは衛生用品を手に入れることができない女性に無料で提供するパイロットプログラムが学校やフードバンクで開始された。このプログラムはスコットランドのアバディーンで6ヶ月間開始され、時代の貧困という問題の増大に対処するために、スコットランド政府から42,500ポンドの資金が提供された。ティッシュ。 トイレットペーパー、古着、さらには新聞さえも、その場しのぎの衛生用品として使用している10代の少女もいるが、中には全く学校に行かない少女もいる。達成度と就学率を向上させるとともに、その期間中の10代の少女たちの間の信頼を高めるための計画を開始することが決定された。スコットランドは政府が講演するイニシアチブの一環として、世界で最初に、 無料の衛生用品を提供する国であると考えられている。この半年のパイロットプログラムに加えて、スコットランドの野党労働党は、これを高級化するための法案を提出する予定。スコットランドは、時代の貧困を最初に止めた国である。フーとユニセフの調査によると、スコットランドの女性5人に1人が、衛生商品の値段が高いため、トイレットペーパーや、 古着などを使ったその場しのぎを強いられていた。2018年11月の時点の、米国各州における単本課税状況単保、課税あり単保課税なし修税なし、米国では、ほとんど全ての州が、有形の個人的財産に課税しているが、食料品、処方船調材、技師装具、農業用品、そして時には、医療品など、免税品目は州によって異なる。 5つの州は2018年11月現在、州の売上税を課していない。10州が必須衛生製品を特別に非課税にした。米国ではほとんどの州が女性用ナプキンとタンポンに消費税を課している。NPR と CNN によると、ミネソタ、イリノイ、ネバダ、ペンシルベニア、ニューヨーク、マサチューセッツ、メリーランド、ニュージャージー、コネチカット、 フロリダ、オハイオの11州がタンポン税を廃止した。最近では、ネブラスカ、バージニア、アリゾナなどの7つの州が、このような法律を導入した。2018年1月、カリフォルニアは、タンポン税を撤廃するという提案を廃案にした。スナップやウィックなどの多くの連邦支援プログラムで、医療機器として分類されているにもかかわらず、生理用ナプキニア、 タンポンなどの製品にエットを使用できない。IRS は女性向け製品を医療機器として分類していないため、柔軟な資質感情と健康貯蓄感情の両方で、女性が課税前の金額で購入できない。タンポン税にいくつかの変更があったが、これらの変更の大部分は、州レベル、または市レベルによるものである。小規模ではあるが、個々の都市は、 タンポン税を廃止することを指示して法律を変更したカリフォルニア・カリフォルニア州議会議員のクリスティーナ・ガルシアはカリフォルニア州の女性は40年以上にわたり月額約7ドルを生理用品購入に費やし1年間の税額は2000万ドルとなっていると報告したガルシアとリングリングちゃんは2016年初めにタンポン税を撤廃する法案を提出した その時点では国のほんの一握りの州だけが担保ンンを免除し、そして他のいくつかは州の売上税を課していなかった。ガルシアは女性は女性であることに対して課税され、これらの製品を買う以外に選択肢がないことに対する経済的負担を負っていると主張した。ガルシアとちゃんはこの税は貧しい女性や色の違う女性に不当に影響を与える。 規制上の差別であり、月経についての議論を反対する、社会的タブーのために持続する、可能性が高いと付け加えた。カリフォルニア州議会の両院は、2016年6月に、タンポンの課税免除の採決をしたが、その法案は3ヶ月後に、州知事のジェリー・ブラウンによって拒否された。カリフォルニア州知事は、女性用衛生製品に課税することで税収が減る。 可能性があるため、AB-1561 を拒否した。それに応じて、クリスティーナ・ガルシアは、ローレナ・ゴンザレス・フレッチャーと共同で、AB-0479 コモンソンタックス・リフォームアクト改正法案を提出した。この法案は、究極的には労働者の保障に関する規定で、根絶され修正された。年、カリフォルニア州議会で、 AB10 が通過し、少なくとも40%の学生が、連邦の貧困レベルである公立中学校と、高校にトイレの半分に無料の担保ンンと整備用ナップ金を備えることを義務付け、費用の負担をなくし、低所得の生徒が月経周期の間不登校にならないための法律が制定された。学校のトイレで月経を完全にケアするために、 必要な女性用衛生製品を供給しているのは、ワシーとハースピコを含む企業である。それらはまた、製品が過剰に使用されたり乱用されたりするのを防ぐため、時間を遅らせて提供する仕掛けなど、様々なディスペンサーも提供している。ニューヨーク2016年7月、ニューヨーク州は女性用衛生製品の課税を免除し、州の税収は、 年間約1000万米ドル減少した。担保税の訴訟では弁護士のゾイザルツマンは女性用月経製品の税金を廃止する運動を擁護した。この訴訟の一部は過去に女性用月経製品に支払わなければならなかったすべての税金を女性に払い戻したいという申し立てでもあった。最終的にはこの訴訟は 女性用月経製品に対する税金を廃止することを決定したが、ニューヨークの女性に過去の税金を払い戻すことはしなかった。コネチカット州とイリノイ州も2016年に税金を撤廃し、フロリダ州は2017年の訴訟に追随した。ニュージャージー・ニュージャージー州が2005年月経製品に対する減税したことに関する2018年の実証研究では、 タンポン税の廃止により、不平等な税負担が取り除かれ、低所得層の消費者にとって、月経衛生製品をより利用しやすくなる可能性があることを示した。この研究では、2004年から2006年にかけて、ニュージャージー州、デラウェア州、コネチカット州、メリーランド州、ペンシルベニア州で行われた1万6000以上の購入データを利用し、これらの近隣の州を コントロールグループとして使用した。差分の差分法を通して、廃止の後、月経製品の消費者物価が、コントロール州と比べて7.3%下がった、ことを見出した。これは6.9%の売上税を上回り、消費者が減税の恩恵を受けたことを示唆している。さらに分析すると、消費者物価の下落は、高所得消費者よりも低所得消費者の方が、大きかった。 これは低所得の消費者が減税から最大の利益を得た一方で高所得の消費者が月経製品の生産者と利益を共有したことを示唆している。このような税の免除の支持者は彼らの努力を整理の平等化と呼びタンポンのような女性向け製品が必需品とみなされるように努める社会運動として説明している。ニューヨーク州ではトイレットペーパーなど 必需品とみなされるものには課税されていない。バイアグラは非課税なのに、タンポンはなぜ課税されるのかも、積極行動主義のキャッチコピーとして用いられる。活動はしばしば政府側のメンバーによって主導されている。ニューヨーク市議会議員のジュリサ・フェレイラスは、ニューヨーク州クイーンズの地元の高校で、タンポン税、パイロットプロジェクトを引き、最終的に無料の整理用ナプキンとタンポンを、 提供した。彼女の取り組みは現在、ニューヨーク市内の25の異なる学校に拡大されている。イダニス・ロドリゲスやメリッサマーク・ビバリー等を含む他の民主党の市議会議員は、衛生製品への課税を提出するための衆議会での議論を支持している。無料の生理用品を提唱する団体、フリーザタンポンは、学校や企業のトイレにタンポンや 生理用品を提供するのに、女性一人当たり年間5ドル未満の費用しかかからないと推定している。ありがとうございます。